日本埼玉県埼玉市中央区、上落合上落合は、埼玉県埼玉市中央区の町名。現行行政地名は、上落合1丁目から上落合9丁目及び、大技上落合。郵便番号は338-0001。埼玉市中央区の北部に位置する。住居表示が行われている地域は1丁目から9丁目に分かれており。 最も南が一丁目、北が九丁目である。このほか、新都心の東側の鉄道用地内に、飛び地上に、大技上落合がある。南側は、区役所のある、下落合、東側には、大宮区吉木町、西木町、西側は、本町東、北側は、大宮区桜木町に接しており、一部は、JR 東日本大宮駅の徒歩圏内である。また、 南東の一部は、裏枠上木崎に接している。また、上落合一丁目から九丁目と、大技上落合の間に、新都市がある。地区の中央を、国道17号が南北に貫き、地下に、首都高速道路も通る。鉄道は、JR 東北新幹線と埼京線が通過しており、国道17号との交点に、北与野駅が所在する。元は、 江戸期より存在した足立郡世の寮に属する上落合村であった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。埼玉県内では吉見町よりも人口が多い。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ポルテ29ノースピア、上落合ビューサイトタワー、世のハウス北世の駅の開業後、 当時の与野市及び地元再開発組合が、駅前広場整備を含めた、北与野駅北口再開発、北与野駅南口再開発の二つの再開発事業を行い、住宅、都市整備公団が北口再開発の隣接区画に、北与野駅駅前市街地住宅を建設した。上記三地区は、国道17号、赤山通り、北与野駅西通り、八田通りを囲んだ。 長方形の区域で、駅前広場地下には、市営駐車場が整備され、街路の電柱はすべて地中化された。竣工後、再開発の地区名称は末永く繁栄するように、アルーサと名付けられた。1992年度には、アルーサが埼玉警官賞を受賞した。アルーサ A 館、B 館商業施設は、井原勲よの市長ら幹部が役員に就任した第三セクター。 世の都市開発によって運営された。ありがとうございます。